の最後に大切なお知らせがございますので、どうぞ最後までご覧ください。食べたかったな、アイス溶けてないの食べたかったな。申し訳ありません。ありがとうございます。 FPI 丸山でございます。おいおい、ありがとうじゃねえんだよ。どうしてくれんだよ。はい、いかがなさいましたか。アイスが溶けちゃったんだよ。あ、はい。あなたのところで買ったアイスが溶けたの、はい、どうしてくれんのこれ。はい、あ、大変失礼いたしました。恐れ入ります。お客様、お買い求めになられたのはいつになりますか。さっき。あ、先ほど。はい、ありがとうございます。店頭に来ていただいてということですね。はい。1時間ぐらい前かな。1時間ほど前ですね。はい、ありがとうございます。食べたかったな、アイス溶けてないの食べたかったな。申し訳ありません。1時間前にご来店いただいて溶けてしまったということですね。かしこまりました。お手元に。ちょっと返金してくれません。あ、かしこまりました。お手元にレシートはお持ちでしょうか。レシートありますよ。 ありがとうございます。なんとか返金してくださいよ。かしこまりました。新しいの持ってきてくれてもいいですよ。かしこまりました。とにかくさ、もうアイス食べたくて食べたくて。はい。早く持ってきてください。かしこまりました。では恐れ入ります。お客様、大変お手数ではございますが、はい、お手元のレシートをお持ちいただいて店頭にお越しいただければその場で交換いたしますので。こっちから行かなきゃいけないの。そうですね。まあしょうがないか。じゃあ行くからレシート持ってけば新しいのくれるってことね。そうですね。で、念のためその溶けてしまった現物もお持ちいただければ助かります。捨てていただくのもお手間かと思いますので引き換えで、はい、新しいものと交換いたしますので。はい、はい、念のため店頭のものに情報を伝えておきますので、はい、もしお差し支えなければお名前お伺いしてもよろしいでしょうか。加藤です。加藤様ですね、はい、いつもありがとうございます。お買い求めいただいたアイスの種類もよろしければお伺いしてもよろしいですか。プルプルくんです。プルプルくんですね。はい、はい、かしこまりました。ありがとうございます。では店頭に伝えておきますので、はい、恐れ入ります。店頭にそのプルプルくんのリッチなんとかっていうシリーズね。はい、かしこまりました。ありがとうございます。秋鮭味。リッチシリーズの秋鮭味ですね。はい、かしこまりました。では店頭に今お伺いした情報を伝えておきますので、はい、レシート持参の上、はい、タイミングよろしい時で構いませんのでお伺いください。はい、じゃあお願いします。はい、はい、ご連絡ありがとうございます。丸山が承りました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。FPI 丸山でございます。おいおい、ありがとうございますじゃねえんだよ。はい。あんたのところで買った餃子がさ、はい、凍ってて、食べようと思ったらもう冷たくて歯に染みてさ、知覚過敏なんだよこっちは。どうしてくれんのこれ。食べられたもんじゃないけどこの餃子カッチカチよ。釘打てるんじゃねこれ。さようでございましたか。大変失礼いたしました。恐れ入ります。お客様、お買い上げいただいたのは弊社の店頭でになりますか。そうよそうよ。はい、お買い上げいただいた日を教えてください。3日ぐらい前だったかな。3日ぐらい前ですね。3日ほど前に店頭で。完全に不良品だなこれ。普通餃子って言ったら熱々で噛んだら肉汁がじゅわーっとこう染み出てくるようなもんでしょう。そうですね。ね、はい。凍ってるんですよこれ。何これ。かしこまりました。3日ほど前にお買い上げいただいて、それをそのままお召し上がりになろうとして凍っていたという。そうそう。買ってきて、はい、冷凍保存してくださいねって書いてあるから冷凍庫に入れといくじゃないですか。はい、その通りしましたよ。で食べようと思って出して食べたらカチカチ。何これ。かしこまりました。大変申し訳ございません。アイスクリームじゃあるまいしさ、はい、なんかどうなってんのこれ。ちょっと新しいのと交換してよ。かしこまりました。ではお客様のお名前と住所をお伺いできますか。名前は、はい、ねずみだちゅうです。ねずみだちゅう様ですね。ありがとうございます。ご住所を教えてください。住所は、長野県松本市中央 1-16-14 はいのねずみ田中です。はい、ありがとうございます。ご連絡先は今おかけいただいている番号ですね。はいはい、かしこまりました。ではお届けに伺いますので、はい、また改めてご連絡いたします。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。承りました、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。先ほどのクレーム対応2本については失敗例となります。理由としてはお客様に詳しい状況ですとか、そうなった原因を確認せずに安易に交換する、届けると言っています。もし状況を聞いてお客様側に問題があった場合は交換の対象にはなりません。損害賠償の対象にもなりません。例えばアイスだったら炎天下に数十分置き去りにしていた、温かい車内に置きっぱなしだった、餃子の場合は放ったまま解凍せず焼いたり電子レンジで温める等の対応をせずにそのまま食べたという可能性もありますので、お客様側に問題がなかったのかどうか、お店側に会社側に問題があったのかどうかということを、原因をきちんと確認する必要があります。ですので詳しい状況、原因を確認した上で、もしその場で判断がつかない場合は社内で確認の上改めてご連絡いたしますと言って、会社として見解を伝えてもらうようにお願いいたします。皆さんはこういったクレーム対応失敗しないようにご注意ください。いつもご視聴ありがとうございます。先日の動画で発表しました電話応対個別相談、こちらオンラインでの面談になるんですけれども、お申し込みいただいた方から弱点が見事に改善され、電話対応が格段に楽しくなったですとか、立場が上の人に注意喚起しなければいけない場面でもお互いにご機嫌で話ができたというふうに、電話応対以外のコミュニケーションにも役立つとご好評いただいております。まだお申し込み受け付けておりますので、ぜひ公式 LINE からご登録、申し込みよろしくお願いいたします。お待ちしてます。地域の説明会に参加をして、その中でも会計事務所であるのにいろいろ会計事務所としての仕事だけじゃない他の農業とかだったり人材コンサルタントであったりいろいろやってるのに興味を持ってこの会社を選びました。